はい。久しぶりの番外編ですか。25回の。まあ、サクさんが一向にアニメが見ないので。まあ、久々に番外編でも撮ろうと思って。はい。まあ、アフタートーク的なね。今回のテーマは。まあ、先まで25回飛んでたから。24回撮ってたから。はい。はい、テーマね。はい。まあ、もう、なんやろ、アフタートークやから、もう聞き流すくらいで、まあ、聞いてる人も聞いてほしいんやけど、はい、あ、こんなん言ってるわ、みたいな。はいはい、まあ、大変なんで。うん。成人、まあ、二十歳超えて、はい、結婚願望ないのに、うん、彼女おる。って、彼女みたいな人がおる。まあ、交際してる人。うんうんうん、っていう状態。でも、もうそれって、その人、彼女の状態セフレじゃないって最近ちょっと思うっていうこれについて、まあまあまあちょっと視聴者の人聞いててはって思ってると思うから、うん、まあ説明すると、はい、あれやで、まあ別にこれ時事臭いとかそういうなんやろ文句とか言ってるわけじゃなくて、はい、冷静に考えたらそうじゃねぐらいの感じやねんけど、別にそこに怒ってるわけでもなくて、うん、あの文句も言いたいわけでも文句でもないねんこれ、はいはいはい、あのそう思ったっていうだけで、うん、まあ、本来人間のルールとして、うん、ルール、うん、ルールというか、まあまあまあ昔は昔、まあ付き合うっていう前提がまあまあなかったやん。そうだね、嫁いでください、そうみたいな感じになった中で、まあまあ恋人ができて、今は恋人ができて、じゃあそこから結婚っていうのがまあまあまあ8割か、まあお見舞い結婚もあると思うけど、でき婚な、でき婚とかも、うん、あると思うけど、はい、本来恋人ってまあ結婚へのワンステップというか、結婚へ向けのワンステップ、一つの階段というか、はい、っていう捉え方やん。はい、わかる、ここまで。わかるよ。納得はしてる。うんうん、納得してるよ。してる。大丈夫。いや納得してなかったら全然言ってくれていいねんで。うん、まだあるまだ。まあまあまだわかる。わかる。ってなった時に、俺結婚願望ないねんなって、うん、彼女おる状態で言ってるやつって、うん、じゃあもうその彼女セフレじゃないって思う。立ち位置としてそこ否定していいよ俺。うん。セフレってさ。愛情ないやん、うん、彼女ってさ愛情あるやん、あるやけど、やっぱ結婚願望ないねんなの中にも多分、うん、収入とか生活面、うん、とか、まあ、いやでもそれは結婚願望ないって言わへんよ。こいつと結婚したくてもまだできひん状態やねんなやん。こいつと結婚願望がないねんなの話じゃなくて、いや、うん、そうそう、もう自分自身結婚が願望ない、ね、ただ遊びたいえねんけど、やっぱセフレとはちゃうと思うよね俺は。まあまあ、まあ、彼女やからって、彼女やけど愛情ある彼女や。じゃあそれ何ってなる。あの結婚願望ないって別にそいつと結婚したくないからないじゃなくて、うん、あのそいつ自身にない、結婚したくないのに彼女おる、うん、その彼女なんなん。まあ今分かりやすいあれでセフレっつったけど、セフレではないんよ。なんなんやろ。彼女やねんって。それ彼女か。彼女やろ。だって俺だって結婚がもないで、うん、の彼女を。でもじゃあゴールのない、今何してんのお前ってなる。ただ遊んでるだけ、遊びたいだけやで。そこの今は結婚願望ないって言ってるだけかもしれんやん。でも彼女遊ばれてるってなったらすげえ怒るやろ。まあ怒るやろな。怒るやろうけど、それは言ってないだけじゃん。やろ、でもさ、本来言わない筋は通らんと思うで。30過ぎて、俺結婚願望ないんだよねの結婚願望はもうないよ。結婚に向けて本気でやな。ないよ。でも俺らの年齢で結婚願望ないんだよねは、まだ結婚についてまだよくわかんないから、結婚願望ないんだよねの結婚願望だよ。うんうん。だからよくわかんないってなんなん。でも
よくわかんないって、まだ結婚のみ、何結婚した未来が見えない。それお金ないからとかやろ。お金ないからもあるだろうけど、やっぱあの結婚したくないわけじゃない人じゃないで。うん。でも結婚願望ないやろ。なんだ。俺はないから彼女も別に作らんし。うん、彼女できたいで、け、だから結婚したいと思ったら彼女作ると思う。え、結婚あ。マジか、彼女イコール結婚なんや、もうその時点で。割と、いや、あのだから学生の時はあのお前の考え今やで、今はもうそうか。ああ、そこの違いが。今すぐ結婚じゃないで。いや、分かってるけど、あの、その結婚に向けてのステップ、うん、階段は登らなあかんなはある。でも今すぐ階段に登る気がないから、別にあのもあの作ろうと思って作る、あの、うん、作ろうと思ったら作れるってわけじゃないで、うん、別に普通にモテへんけど、うん、あの付き合ってなったらそこは俺頭に入れるかな一回。あ、実行するか、マジか、あの実行するかどうかは別にして、それで行動変わるかどうかは別やけど、うんうん、頭には入れるかな。別に彼女 したいって言われ、今すぐしようって言われて、うん、あ、じゃあしようぜじゃないけど、うん、結婚したいなって思われへんかったら、うん、なんかもう人として健全じゃない気がする。マジか、俺は。俺はな、全くそれがなくて。アフタートークでよかったやろ。わかる？でもこれから、いやいや、売り返されへんの、わかんねえ。うん。別に遊びたいっていう人がおるんや、おるのもわかるけど。いや、俺は遊びたい方やから。でも、それ、彼女、なんかっていう。彼女やねん。なんで？結婚したいから彼女作るじゃなくて、こいつと結婚したいが彼女じゃなくて。じゃあ俺も彼女できてから結婚考えるやで。だからその彼女できたか結婚考える俺まだないよね。おお。とりあえず遊ぶみたいな。でもその遊ぶは言われへんねやろ彼女に。とりあえず遊ぶっていうのは言えんよ絶対。すごいなんかそこがあれじゃない、うん、お前と結婚考えてるみたいなこと言えるか。いや、いちいち言わへんけど。言わんけどまあ。でも遊びやねん、まあそれやったら遊びやねんも言わへんか。いやまあな、はあ、結婚観とかまだ付き合う観、あの何違うねんな、そこがまず。え、だから結婚できへんなって分かるっていう、まあそれで別れるわけじゃないけど、うん、あのまあ別れる理由の一つにはなるやん、分かりやすい、別れるってなった時に、うん、でも向こうもそうやし、うん、だって将来見えへんから別れるって女の子はあるやん、うん、男であんま言う人おらんけど、うん、女の子はだから割とまあ遊びたいもおるやろうけど、うん、俺側もおるんじゃないかなっていう。マジか、分からんけど。付き合って何年とも6年8年7年8年とか言うやんか、うん、で結婚するみたいな話に一人いてるやんか、うん、で俺はそんな感じだと思うよね。でもそれ別に7年かかって結婚の準備できたからするもあるんじゃん。うん、だからその今は結婚がもうないかもしれんけど、ないないないって言ってるけど、今後よ、今後な、うん、だから今遊びたいが強いねって話。遊びたいって何の。遊び経験積みたいってこと、何、あのポケモンのレベル上げみたいなこと。なんか自分の男としてのレベル上げるためにその子使ってるみたいなこと。言葉は選べ。ってこと？何がレベル上げや。
テレテテテテつってドラクエ出てきた。はぐれ、うん、はぐれメタルと思ってるわ、その彼女のことを今。いやいやいや、まあ何、遊びたい、遊びたくない、遊ぶがわからないけど俺。え、付き合遊ぶってね、遊びで付き合うと好きやから付き合うけど、でも結婚はしたくないやろ。まだ見える、こいつと結婚できない、まあ、まあ未来が見えへんっていうのはまあまあわかる、うんうん、どうするつもりなその子。だから今後やんって、そのやっぱ付き合っていく中で、お試し期間ってこと、無料トライアルみたいなことで、もう合わんかったらクーリングオフしますみたいなこと。誰がクーリングオフやってことじゃなくて、まあ、だって結婚願望何、やっぱ社会人になってさ、うん、周りの先輩とか結婚してるじゃない、うん、してる人もおるね、いてるよね。で結婚、やっぱ結婚っていいですかってやっぱ素朴に普通に聞くやんか、シンプルに、うんうん、いい答え返ってこんのよ。え、結婚、わかるよ俺も、だから今結婚ないから、だからまあ昔からも多分結婚願望っていうのも結婚に憧れがないかな。ああ、うん、特になるほどね、うん、だから結婚よりまあ、うん、そうだね。てか俺も社会人になってからこれ、この考え方というか、うん、でもよくよく考えたらこうよなみたいな、うん、になってんけど、うん、本来、うん、別にだけど俺も今までじゃあこの子と結婚するんやで別に来たわけじゃないから、うんうん、でもふと思った時に、うん、これなんやって冷静になって考えたら、え、彼女やって、彼女な、彼女ちゃん、いや俺は分からんからなんなんてなってね、えやるだけのものなってなってるくないっていう現状として、そこに愛情ないんか。愛情って何え、そ、愛情は、いや何、むずない、一緒に、一緒にこの子のためなら何でもしてあげたいとかなのかな。何でもしてあげたいは、まあ、ちゃう、まあまあ近いかもしれんけどちゃうやん、うん、まあ、尽くすタイプと、うん、尽くされるみたいなのが、うん、よく、まあまあセフレは違うじゃん、守りたいはないでしょ。守りたいはセフレについてはないんかな、知らない、できたことないから。セフレと彼女がもし、まあ、よくあるやん、溺れてましたみたいな、ああまあそれで助けるみたいな、彼女助けるやろ、その俺は彼女は結婚したい人やから、それは彼女や、うんでもそれ俺その時点で多分セフレ作らへんまあ元セフレじゃあ絶対彼女やよそりゃそうや、いや、まあ、彼女でもまずね、彼女、ええ、うん、結婚するときにするってことか、そういった大人の行為を。じゃなくて別に何やろ、付き合っててもいいねんけど、付き合ってる状態で結婚する気ないのに、うん、付き合ってる状態、いや、うん、付き合ってる状態で、いやだって女の子は多分立ち位置として分かりやすいやん、だってまあ 割とだから何やろ、すごいはっきり言ったものの言い方するけど、うん、別に付き合ってるけど金づるの可能性もあるやん。まあね、うん、でまあまあほんまに好きっていうパターンもあるし、うん、結構何やろ、与えられる、うん、まあ与えてる、まあ、紐っていう言葉ある通り、その与える方が好きな子もおるやろうけど、うん、まあ、結構結局マッチングやと思うね。だこの与えておきたい人がおるから、うん、っていうのは分かんねえ、
ね、尽くしたいみたいな、うん、でその尽くす先に何があるのかっていうのがすごい俺疑問やねん。将来考えてんねやずっと。だからコロナ期間で家でおるって考えることありすぎてさ、そういうことが、うん、でまあまあゴールが見えへんあれやけど、うん、うん、なんなんやろうと思って、本来別にさ、あの別に俺だから作側の意見が別に悪いとも思ってない、うん、ただなんやろゴールなくねっていうのが、ゴール、うん、そうね、ないね、なくないないね。ないから別れんじゃんっていうのが。で、ないからこそゴールを探してんだよね。あ、かっこいい。あ、かっこいい。うるさ。なるほどね。今は完璧こう来たなと思ったけど。あ、なるほど。あ、めっちゃ納得したよ、でもそれ。そう、だから今付き合ってる状態でゴールを探してて。それが2人で二人三脚で進んでって、うん、結婚なのか別れるなのかっていうのを。だからマラソンを2人で走ってるわけや、2人で。そうそうそう、 よく言うやん、なんかそんな話。なるほどな、うん、あすごい気持ちだわ。でも結婚墓場とか言うやんか。うん、じゃあ墓場でやって、このパートナー違うよ、ぽいってことか。と離婚ってパターンもあるし、うん、墓場じゃなくて家庭ができて子供ができて幸せっていう人家庭もいるし。あ、なるほど、二人三脚のその向かうパートナー探してるわけね、うん。まあパートナーってことやね、その彼女ってこと。パートナーを特化引っかいしてるってわけか。うん、そう。知ってゴールを目指してるわけよ。ああ、なるほど。走ってる。ゴール、そう、うん。だから俺は、そっか、俺はだから一本道しか見えてなかったわけや。あの、この考えに至ってた、うん。ずっと一人で走ってる、二人三脚なのに。ああ、一人で走ってる ところにたまたま同じペースで走ってる人今探してる状態やったよ。そう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 。なるほどな。うん。なるほどなるほど。で、あなたはゴールがもう結婚ってなってるから、うん、うん、なんかおかしいみたいな。ゴールは結婚なんやけど、うん、ゴールは結婚は、そう、でも結婚がゴールじゃない。なるほど、二人三、あ、そういうことね、うん、結婚先になんかまだゴールがあるわけで。ああ、なるほどね、うん、次のゴールか、もう次のまあまあ子供の将来やったりとかが。そう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 。ああ、なるほどなるほどな。うん、だからサクはもう止まって周りを見てた。止まって周り見てた、うん、立ち止まって、でちょ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 っつって肩が言い方。俺はもうすごい一生懸命走ってんねんけど、一個しかもう視界が狭くて見えてなくて。な最悪最悪。それ誰が特会引っかえにして俺の今までのジャブ全部拾ってたよ、うん、当たってた俺のジャブ当たってためちゃくちゃ食らってたあ、なるほどね。あ、でもすごい腑に落ちたわそれは。うん、まあまあ、セフレじゃないことだね。なあ、じゃあセフレはそれにおいてのなんなんやろな。補給ポイントってこと。あ、そう、水分補給。浮気だよ、浮気。やっぱ同じラーメンを食べてもさ、飽きるじゃない。そうやな。おむすび1個でも飽きるじゃない。さっき言っといてっつって補給ポイントいくようなもんか。そうそう、ちょっと。だからか、まあ、彼女おるのに、うん、あの、セフレとか浮気するってことか、うん、さっき言っといてっつって、うん、ちょいちょいちょいっつって補給ポイントいくようなもんか。そう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 。さっきはこれ。なるほどね。新しい味をのっつって。やっぱこってえちってこってりばっか食っててもあっさりもやめにうまいやん。たまそう、たまに野菜食べたいじゃんね。みたいな。なるほどね。最低かな。せやね、でもサクの方がでも正しいと思うわ、それは。正しいかな。俺の疑問がすごい。いやいや、あの考え方としてはそうやと思う。でもほとんどの人がそう、いやいや、そういう、あ、そういうことねって今なった。だけ ど、ね、あなたみたいな考えもが一番素晴らしいと思うよね。でもだからこそむずいんやと思う。だから結婚ができないんだよ。だからそういう人が増えてんねやろな。うん、今だから俺も結婚できないんだよ案外。だからほんまサクみたいに周り見渡してるやつの方が早く結婚するんかもね。いつかはね、うん、うん、と思うよ。どっかに引っ越すからねそらパズルが合うまでな。でも合ってたはずやのに捨てちゃうこともあるから、そっちは。まあまあ、そうね。
こっちはこっちで一緒に走ってんねんけど、いや実はペース違いましたみたいなこともあるから、うん、少しずれてるからね。でも一応言ったんよ、うん、まあ別に少しずれ、少しのずれだったら、まあ、少しずれてるぐらいがいいんじゃない、少しずれだったらちょっとやり直してできるじゃん。え、そうやね。あ、いや番外編でよかったね。よかったね。あ、いやでもいい話できたんじゃない。はい、案外ね。ちょっと、まあ、はい。お疲れ様です。本編もよろしくお願いします。ことでお相手は、チワテンと、サクでした。バイバイ。おい。いや、番外編やから。